DM カマです。ということですね、今回なんですけれども、皆さん、今シーズンの最強武器気になるじゃないですか。実はね、Mac-10じゃないんですよね。まあ、アサルトライフル、まあ、完全なそのアサルトライフルの最強って言うんだったら、実はね、キロでもないんですよ。ちょっとね、結構うざいじゃないですか。実はですね、はい、見てください、これ。はい、キロ、実は今シーズンね、弱体化が入っているんですよね。このヘッドショットのダメージが下がったり、あとダメージの範囲が下がったりっていうような感じですね。まあ、これもね、いやいや、お前知ってるよ。全然そんな知っててキロ使ってますっていう人もいるんですけれども、実ははい、これ見てください。実はね、M13 にも結構な弱体化が来ているんですよね。まあ、てな感じに、この M13 の性能だったり、あとこのマガジンの性能、まあ、効果だったりっていうのがかなり弱体化されているんですよね。そこで今シーズンかなり強いのが、何の修正も入ってないアスバルということで、M13 とかキロ141って弱体化が入っているんですけども、こいつだけね、何もいじられてないんですよ。なんでね、個人的には、まあ、今回このカスタムを使うんですけれども、まあ、このアスバルが最強なんじゃないかなと思ってます。ちなみになんですけれども、今回のランクマッチの動画、まあ、1試合目で、お見せするんですけれども、核もですね、なんと発動しています。ぜひ皆さんね、最後まで見ていってください。ブチブチにするぞ！今シーズンもこの環境で書く 42! あのアスバルっすね。ほら、このレッドアクションのアスバル使って書く出ました。あー、死ぬかい。これで書く出しのアスバルって名乗れるでしょ、これ。完全に。ちょっと待って。Mac-10。こういうことよ。いや、いや、まだ Mac-10 じゃねえな。そこも買っていっての。いいね、もうほんまに気持ちいい。いやもうこれね、もう最近もMac-10にもうずっと近距離駆られたから、溜まってたんよ。な、いろんなものが。な、お金は溜まらんけど。ちょっと待てよ。はい、四つ。いや、マジでもうビンビンっすよ。達成感すげえ。もうこの環境で51キロはえぐくない。ドミネーションで、レジェンド対応しっかり。俺一人の火力でこれ全部飛ばしちゃって、マジで。来た。ちょっと待って。シビエルやめた。今聞いた？シビエル、もう無理だ。どこや？多分、合計30キロぐらいでも心折れた。これ誰がネカマとは言わさねえぜ。決定的証拠俺は聞いてしまった。女声だ。さっきカット出てんけど、ほんまに今 M ピンピンなんよ。来てるよガチで。ほんまに来てる来てるけど、ほんま。これ、まだいる。あと10発で倒します。オーマイク、なんでこんな5人目。なんで生きてる。なんで生きてんの俺。ふざけんなよマジで。ちょっと待って、これ脇どうなってね。後ろから来てるかな。あら、ビンビン。任せーな、コントダーニャ。な、大丈夫ほんまに。ロシア人みたいなおったって。ちょ、今日エグいな。ちょ、今日もう破体式 70% でいい。破体式 70% で、ちょっとキルチでしょ。てかさ、今多分 M13 とかやったっけ ?M13 とかキロとか使ってる人って、弱体化されたっておそらく気づいてないですよね。弱体化されたって気づいてなくて、使ってる可能性が高いの俺は、アスバルの勧めということで、この動画を撮っております。なんか後ろから来てんね。後ろから来てるが、慎重に行こうか、これ。あとワンマガしかないよ、俺。でも、はい、この打ち合わせの、どうすか。で、Mac-10よ。まあ、Mac-10使ってるんですけど、結局ね、アスバルにはかなんと思う、個人的に。ここを多分見てると思うけども、なあ、もう突然、くわ、いけ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 。うわ、任せな。で、ちょっと待って、もう同じところから見んとこ、ほんまに。てか、もうそろそろね、弾がないんよ。ちょっと待ってよ。なんかこっち湧いてね。OK、そこも買っちゃった。まあいいでしょ。ちょ待って、今何キロできた。いまだゼロですよな。16のゼロか。すさまじいね、ほんまに。いや、マジでみんな使おうぜ。なぜね、なぜこの武器が使われないのか、愛用されないのか、俺はいまだ謎であるが、まあ死ぬよね。なあ、もうガチで終わった。もう点差見てくれ、ほんまに。終わってんねんけど。なあ、もう殺せよ、ほんま。クソドローンがもう沈めるぞ、ゴミが。なあ、もうなんでこん
なボロボロになってんの。何があってほんまに。もうマック10くさばってくれまして。ちょ待って、なんでこんな中大差つけられてんの。おかしいおかしいおかしい。ちょ勝たなかほんまこの試合は。オッケー、一旦すぐ勝ってんの。ちょっと俺がこの前押ししてもね、もう意味ないってことが分かった。ナイスナイスナイス。で、ちょっと待って、これ女の子からさ、負けられへんのよね、やっぱり。女性リスナーがやっぱりね、離れていっちゃうから、もうこういうところでやっぱりその女性リスナーの前でも俺は、紳士でいかなか。紳士でね。うん、合計30キルぐらいでも心折れた。オッケーオッケー。もうここ顔出さんでいいぞ、俺が見てるからこれ。絶対これ全員飛ばせるから、安心して。オッケー、1人飛ばして、2人飛ばして、オーマイグンネス、もう全体ヘッドショットいってなかった。一旦ここで全部止めて、ちょっと待ってよ。久々のドミネーションなんで、ちょっと熱くなってる亀ではあるが、UAV 出してもらっての。いやー、これ勝ちてえなー。なんで後ろから撃たれてんねや。後ろに味方おるやろ。ちょっとここのポイント苦手。あー、もう、終わったー。いやー、まあ、でもか、切れんな。女の子やぞ。男女平等に行こうぜ。なあ、もう。ゴミ処理場に投げ捨てるぞ、ほんま。なあ、もう、なんでこ、な、ほんまだるいわ。お前、硬すぎるって、俺のチンコ並みに。な、旗のってもうこうなんねんって。ちょっとね、2試合目だと、まあ何試合かやって、まあ何試合かね、まあちょっと、まあ5試合ぐらいかな、人を繰り広げてきて、5試合でね、10回はダイパンしたと思う、動画界で。おい、お前のせいで負けてんぞ、こいつ。なあ、もう、ゲロってなんやねん。な、動き出したって最後に。ペーが言った。なんでこいつ最後に動き出したん、ゼロキルが。もう、もう無理。ああ、ちょっとまあ頑張っていこう。いや、もうほんまに、もう力尽きてる。俺多分ね、あと2年間やったら俺多分寿命で死ぬと思うわ。もう、ちょ、今日はね、旗に乗る喜びをね、ちょっと知っていこうと思いましてですね、今回シールドね、シールドターレット、バリスティックシールドだったっけ、あれ持ってきました。ちょ、とりあえずこれ裏から行こう。裏から行ってもろって、ダウン1買って、もう一人2買っていってんよー。あー、OKOKOK。ちょっとね、テンションおかしくなってるんですけども、許してくれ。もう今日さ、わかったわかった。一番、キルできる、俺が旗に乗ったら、最強じゃねということで、こういうこと。わかったやっと、カメさん。やっと、ほら、わかる。これなんだよな。これがやっぱり、俺のするべきことなんじゃないでしょうか。いたね、いたね。いや、これ、これはいかなきゃ。いや、冷静今日、カメさん。好きっすよ、こういう、こういうカメさんは。いいんじゃないの。ちょ、一旦これ入るでしょうか。多分降りてくるんですよね。ワンチャン、次ポイってる。いや、女。オッケーオッケー、任せろ、任せろ。いや、なんかちょっと良くない。なんかちょっと良くないっすか、今日のカメさん。おったな。ちょ、待って。ポイント、ポイント。これ、これ、こういうカメさんがね、多分ね、みんな見たかったでしょ？こういう。いや、キモ、いや、違うよ、違うよ。俺が見たかったのはそういうのじゃない。違う違う違う。そういう男と男の打ち合いの、いや、こいつは女やな。こいつは女やから違う。いや、女そこ。待って、一旦これは。こういう、こういう、こういうカメさん。旗の周りを、いや、ダッサ！すさまじい負け、いや、これ、えぐいな。なんかもうさ、どうあがいても勝てなくね、俺。いや、もう、いや、だんだん、負けんか、かい、負けんなかい。もう、次ぽ言う、あ、次ぽ行くの。オッケーオッケーオッケー。俺に落とせ、殺す。ほら、来いよ。いや、おんね、この先。オッケー、いった。はい、コンカッションの、恨み、そして、ちょ待てよ。もう、わかった。俺、ずっと入ります。ちょ待って、これ、入ってきてんな。大丈夫か？これね、絶対ね、屋根から来るんですよ。ちょ、そいつだけ気をつけてもろって、こっち来てない。ちょっと、ほんまに屋根が怖い。で、こっちから来られるとまずいよな。ちょ待って、屋根行ってるから、それ任したわ。で、絶対こっちから来るんで、あれ、怖いんか？そっちから、オッケー、なるほど、戦だからね。もう一人やれるかな、無理っすね。ちょ、ああいう、結構難しいやつは、勝負をせずにほっとく。で、オッケーオッケー。ポイント俺取る。いや、キネティックも、しっかり打ち勝って、腰打ちね、こういう近距離は。大丈夫か？一旦 UAV とショッカーシー出しての、カメさん、これをちょっともう身につけようぜ、これを。これできたらね、もう味方にイライラすることないと思うよ。
いや、ちょっと幸せな世界やわ。ちょ、俺、なんかもう自分のしたい立ち回りが、やっと見つかる。これめっちゃポイント見られてるな。一旦これ出るか。しかも、バリスティックもあるからさ、まだまだいけんのよね。この、俺のこの火力を、ポイント内で使っていく。これほど頭のいいことはね、多分誰も思いつかなかったと思うわ。おっ、それからの強っ。ちょ、待って、2回おんな。いや、2回のやつ男。いや、そこもしっかりマックっていうの誓っての、こいつ降りてくるかな。そこも誓っての、まあ、ですよね。まあ、そういうことしてくるから、ですよねー。バグでめっちゃと、任せろ任せろよ。ちょ、いいっすね、ういポイントたまります。なんでやねん、トロフィー置いてある、ほんまに。不良品か。売りつけてくんなよ、中国産の。な、ちょっと今日怒りっぽいんですけれども、ちょっと動画外でね、かなり悲惨な運命辿ってるんで許してくれ、ほんまに。まず、女、1買って、2買って、3買って、4買っていく。でかいでかいでかい。いや、任せろ、任せろ、俺に。ほんまに。また一旦これはトロフィー大抵の、絶対こっちから来る。間違いない。いや、俺これ飛ばそうか。最低これ2人飛ばしたいが、オッケー、これ多分こっちから来てね。そこもしっかり買っていってあげて、いいね、このポイントに入りながら。みんな多分こういうの見たかったやろ、こういう俺を、これポイントまた入っていく。いい、入っちゃう、入っちゃう。めっちゃ楽に勝てるやん。めっちゃストレスフリーで勝てるやん、これ。バグで味方一人止まっててもね、もう俺が入ればこういうことなんですよ。2年目にしてやっと気づきました。めっちゃいいね押される、これ。いや、誰も怒らへんやん、こんな。ああ、いいっす。もう敵からもね、もうスタンディングオベーション。まあ、後でマスターベーションしますけれども。オッケー、25キル。ああ、いいっすね。ブチブチにするぞ！ってな感じで今回はアスバルだったんですけども、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画バンバン上げていきますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。